東海大相模って、うん、それこそ原さんの、うん、卒業したもう選ばれていくような高校なんですよ、うん、勉強を取ったってことですねこれね。そうですね。なんで教学も取ったんですかね、はい、ミスターパーフェクト牧原、はい、ということで、はい、今回からミスターパーフェクト牧原のアシスタントを務めさせていただきます、はい、神田レイミと申します。はい、レイミちゃん、よろしくお願いします。私は2017年に、うん、横浜 DeNA ベイスターズのインターネット中継のレポーターをしておりまして、はい、ベイスターズファンで、ああ、はい、ベイスターズファンというのは少なからず私もね、ベイスターズが担当が多いんで、で今回からお願いします。じゃあ今日のゲストお願いします。はい、今回のゲストは阿波野秀幸さんです。お願いします。お邪魔いたします。もうね、パーフェクトチャンネルありがとうございます。いや、もう阿波野君は僕一緒に巨人でもプレーしてるんですけど、まあ本当に世代もほとんど一個下なんです。はい、よく存じてるってことですよね、ベイスターズファンだから。いや、もうベイスターズも在籍してましたからね。はい、ね、本当ですか。インターネットでも昨日夜な夜な動画を拝見して、あ、昨日もう予習してきたわけだね。はい、この人ですよ、天野金太郎。あ、違う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 、そうだよ、水野じゃねえし、天野金太郎じゃないんですよ、今日はね。お二人はお久しぶりですか。いや、この間ね、横浜スタジアムで、はい、解説で同じだったんですよ。ちょうどトイレ行く時にね、天野君と会いまして、はい、天野君久々だねと、はい、いうことで、ぜひ空いてる日がないですかということで今日お誘いをしたんです。そんな丁寧な感じじゃない。もっと乱雑だったよね。ちょっとお願いしますよ。まず LINE 交換しない。あの当時 LINE 交換、電話番号お互い知ってんだけど、LINE を知らないわけじゃん。で、LINE 交換の仕方ももう一つ分かんないような二人が、親父の60手前の LINE 交換ってなかなか厳しいよ。あの QR コードで。QR コードで。そうですね。結構僕はYouTube 見るんですけど、はい。はい。コーチ辞められてから結構出てますね。結構長編対策みたいなの2度出まして、うん、それが意外と根強く。やってます。あ、いや、でも例えばなんかこう今回 YouTube いっぱい出ましたよ、はい、いろんなコメント出てるじゃないですか、はい、ああいうのをサーチするタイプの人間ですか、どうですか。時々見ます。まめには見ます。結構見るタイプだよ、うんうん、どんなコメントが多かったですか。あ、でも一つは名古屋で、うん、はい、名古屋で、ね、パンチ佐藤さんとやってたやつを見たのが、昨年までドラゴンズにいたので、うんうん、ドラゴンズファンの人がまあ、その後のピッチャーの話とかを書き込んでくれて、はいはい、おかげで調子がいいですよとか、はいはい、もうちょっと今年は良くないとか、うん、そういうことを書き込んでくれて、はい、まあ、その辺は見てます。なんか居酒屋で女といっぱいたくさんと飲んでたぞとか、そういう垂れ込みはなかったですか。あ、もうそういうの削除しました。もういや、それはね、今でこそないと思いますけど、多分近鉄のエースの時は、はい、たくさんの合コンとか、やっぱりたくさんの合コンあったと思いますよ。俺はどうですか。いやいや、もうそれは、はい、牧さんのがキャリアは相当あると思います。いやいや、はい、まあ、おいおい、それはまたやっていきましょうね、はいはいはい、お互いにも自爆行為の可能性があると思う。最後こうお互い口を抑え合ったみたいな、ね、一体何なんだ。その YouTube もね、ガーシーチャンネルみたいな人もいるから、あーなることになるからね。そうですね。そうですよ。はい、ではちょっとまずは、はい、競技前の経歴から見ていきましょうか。競技前、はい、中学校時代東海大学附属相模高等学校からの誘いを受けていたにもかかわらず、あえて公立の横浜市立桜ヶ丘高等学校を志望し、塾通いして文武両道を目指した。桜ヶ丘高校では3年夏の神奈川大会は4回戦で敗退とありますが、ここまで間違いないでしょうか。だいぶよくは書いてありますよね。東海、今サーブですね。そうです、東海大相模って、うん、それこそ原さんの、うん、卒業した、もう神奈川の中では、もう本当野球の上手い人たちが選ばれていくような高校なんですよ、うん、
あの縦島に憧れるみたいな。憧れました。あ、今って横浜高校も、はい、もちろんね、強いんですけども、うん、僕たちが中学校とかぐらいにはもう相模なんですよ。縦島の東海って書いてある。もうあそこに憧れて、でも、うん、中学校の時あんまり僕野球はそこまでできてなかったんですよ実は。まあ、要するに虚弱体質みたいな感じですか。ですね、中学校自体の生徒数があまりにも多くて、うん、野球部の 1,2 年でほとんど試合に投げてないんです。あ、これは学年が15クラスあって、学校の校庭にプレハブ住宅、仮設のプレハブ住宅が、住宅じゃないですね、教室がもうぎっしり建てられて、野球の練習とか全然できなかった。埋めよ増やせよの時代でしょ。そう、すごい時代のもうすごいことですね。はい、そ土日に、うん、グラウンドのある中学校と試合をしてたという。でそこに応援に行って、ただこうベンチの横でこう「さげー」とかこうずっとやってるだけで。でもそれなのに東海大相模からあったんですか。はい、3年生になった時に、うん、投げた時に、うん、まあ目に留まるようなピッチングをしたんですよ。でも自分で声出ししてる時に俺に投げさせれば俺はそこまでのピッチャーになれる、あの投げさせてみろよという、 こう自覚みたいなのあったんですか。あんまりないです。ない。はい、まあ、他の人だとずば抜けてこうなんかすげえ足も速いとか手が速いとか、あ足が速いそ, れその頃何で認めてるんですか。足が速かったとか、はいはい、なんか体育がめちゃくちゃできたとか、そういうのなかったですか。スポーツはね、万能の方ではあったんですけど、ただ、ね、試合に出てないんで何の自信もないんですよ。うん、ウィキペディアに書いてあるその勉強を主にした文武両道を貫きたいっていうのはどうなんですか。そちらの方は、そこはあの高校に入るために受験があるので、うん、はい、そこの受験をパスするために塾に通いました。あ、だから桜ヶ丘っていうのはもうかなり、レベルの高い公立高校なんですね。まあまあだったと思うんですけど、うんうんうん、自分の学力ではもっと頑張らないといけないということで、うん、まあ、もう顔を見ててもね、レミちゃん分かるように、はい、ちょっと立地的な感じするじゃない、はい、だからこれが得するんだよな。なんか、なんかそうしてる人の意見みたいな感じになってますけど、あのやっぱり立地的な部分っていうのはやっぱり大事だよね、はい、その顔の感じからするとね。だから今のウィキペディアも好意的に書いてるよね。はい、書いてある。あの顔の感じで、違う個人名出したら申し訳ないけど、ギャオス内藤君だったらこういう書き方されてないよ。そうですか、うん、ごめんな、ギャオス。なんかその感じがするの、うんうん、でもなんかそういう、あのどういう感じでそのお話ってくるんですか。あ、少年野球の、はい、ああそっちか、うん、監督さんで、うちの父はそのチームのコーチなんですけども、はい、うん、父はそういうのに全然関与してなかったんですけど、その少年野球チームの監督さんのところに来たんですね。中学校に今いますけど、ゆくゆくはどこに行きたがってるんですかとか、そういうリサーチに来たみたいで、うん、明らかに僕らも野球教室とか行くんですけど、はい、やっぱ中学生ぐらいで、あ、プロに行けるとか甲子園の強豪校にも通えるとかっていうのは明らかに分かるんで、そんなにチームに何人もいないんですよ、はい、うん、だからそういうところでは非常にちょっと目立ったところがあって、そういうのは調べられたってことですよね、うん、5年生6年生の時は結構試合に投げて強いチームを抑えたりとかしてたんですよ。小学校の時は、はい、5年生6年生ですね。で左ってすごくこう目立つんで、はい、左ピッチャーってプロに入ったら将来性がすごくありそうなあれがあるんで、うん、そうなんですよね。まあでも勉強を取ったってことですね、これね。そうですね。男女共学も取ったんですかね、はい、ちょっと元女子校なんでそこは、うん、はい、女性多めみたいな。はい、そうです。その辺うちと一緒ですね。もいや、うちもそうなんですよ。多めもそうですか。そうです。うちは普通科があって、はい、あの家政科っていうのが2クラスあったんで、はい、女性の方が圧倒的に多いんですよ。へえ、うん、でも家政科の女子生徒と喋ったことないんで、あんまりこう意味はないんですよね。そうなんですか。うん、そう、だから同じなんだよ。俺も私立の高校に行かないで、あの公立高校の方に
目指したりというところで同じなんかちょっと匂い感じるの、うん、あの高校生活はどうでした？謳歌しました。高校時代はまあ練習も結構きつかったんですけど、はい、自分なりに、うん、甲子園には行ってないんですけど、牧原さん甲子園でね活躍しましたけど、僕は行ってないですけども、うん、漫画のタッチってわかります？はい、どちらかというとちょっとそういう女子マネージャーがいて、抽選ですごい強いチームを抽選会で引いてきてしまって、マネージャーが学校に帰ってきて泣いてて、でもみんな絶対強い高校と当たるっていうのは分かってるわけですよ、その表情見て。もういるもんだよ、他にもね、はい、横浜だなんだいるから、はい、Y 校っていうのを引いてきたんですよ、一回。あのブルーのユニフォーム、ブルーのもう横浜商業ですね。みんなこう聞くのは怖いんですけど、どこなんだよとか言って言えないってなってついに Y 校って言った時に、うん、ちょっとこう部員はシーンとしたんですけど、大丈夫だよ勝てるよ、うん、な勝とうぜみんなみたいな、そういうところがあった。あれちょうど三浦くんとかがいた頃ですか？そう、三浦は一級下なんですよ、三浦エースです、その時。はいはいはい、はい、そのうちに中日に行ったんだっけな。そうですね、あのね、そのプロに行くようなピッチャーがいるチームと当たっちゃったってことですかね、一個下で。でもそこに1対0で勝ったんですよ。お、はい、あ、それもやっぱりこう評価が上がった。そうですね、僕はまあほとんどその時は次の横浜高校に投げてめった打ちされたんですけど、はい、もう一人ピッチャーがいてその人が抑えてくれて、はい、僕はその時はファースト守ってて、バッティングもまあまあ良かったんで、高校時代は。今言ってますよ、自分でね。メディアに書いてないけど、俺はバッティングが良かったんだよ。加えていいですよ。書いておきます。でもその高校時代って、その球団から打診があったりとか、そのプロを意識されてたりっていうのは？プロの意識はないです。あ、はい。いや多分ね、元すんごい細かったと思うし、う、身長もそんなになかったから、はい、明らかにこうプロ行くより大学で磨いてっていうふうに評価されたタイプだと思うな。モキさんで何キロぐらいだったんですか？じゃあ高校、体重ですか？高校生、はい、もうまあ本当にでも身長あったから、70キロぐらいしかなかったんだ俺も。ですよね、もうガリガリだったと俺も。でもね、俺すっげー食べれたんですよ、はい、めっちゃくちゃ食べれたんで、細くてもこんな食えるんだと思って、だからまあ後にこの体になるわけじゃないですか。だからまあ当然食べれるってすごく、これも素質だなと思ってるんです。だから青野君も多分食べれて体が大きくなってやっぱり安定してきたっていうこともあるわけでしょ、うん、多分食は意識的にも増やしてきました、ね、増やしてた。高校時代は僕65キロぐらいです。はい、それこそ YouTube の時代ですから、はい、牧さんが甲子園で打たれた絵は見たことありますか？あります、はい、もうすっごい細いですよね。ざまみろと思って違う違うでも今の選手って、はい、なんか1日何食8食6食とか、はい、めちゃくちゃ開けてバンバン食って太らしてみたいな、はいはい、牧さんの栄光が栄光が牧さんのさっきから不吉なことが起きそうにもうあの新しいパーフェクトが現れたんで今年本当ですね